指導して、毎週毎週あれだよ、毎月か一挙料っていうのを旅館でね、はい、書いた。それはもちろんね、持ってたことだからね。虫が潰れてからちょっとあれだよね、鉄板ちょっと精神的に参ったでしょ、出かけてね。だから俺がマネージャーやってる時はヒット作で全部出たもん。じゃあそれごめんなさい、そちらに書かせてくださいブラックジャックだってそうだしさ、あれは、マグマ大使はさ、牛尾さんだから、はい、牛尾掃除ってのは何だか知ってる？知らないです。知らないの？ちょっと真ん中もかっこいい、仲いいんだよ。自然と広げばいいよ。すごい話ですね。これ一曲入れちゃうよ、野菜に。スープ。はい、スープにする。塩コショウ。用意してくれ。はい、わかりました。血糖値が高いのね。スープ飲んだから野菜に、ね。これは全部。マグマ大使も先生の企画だね。企画じゃなくて、ちゃんと原作も書いたの。全部。全部なんです、ね。うん。だから、あれに書いてるのは手塚さんみたいな。もし嘘だったら、手塚プロを訴えられるんだよ。じゃあ、ご飯がついておりますが、よろしいときに。ちゃんとあれ、契約してるんだから。はい。マスターにね。うん、嘘じゃないし。まあ、絵だけじゃなくて、文も構成も全部できる。全部。はい。だから350万くれたの。月ですよね。うん、当時他の方7000円って聞いてました。うん、西のが7、8000円ですよ。言ってるんですよ、8000円しか俺もらわれていない時、はい、本人が言ったでしょ、はいね、そっちは350万もらって、はい、350万って誰もいないよ。いないんだ、当時はいないし。年収350って言ったらびっくりするぐらいだな。月給ですもんね。それで手塚先生気前いいわけじゃねえからね。そうだ、結構渋いんだよ。それで350万よこしたっていうのは役に立つから。